絶対に負けられない戦いが始まる。推しの子第16話の反応集&感想どうぞ。推しの子の子のココシタンタン。いきなり最高のオープニング。アバンなステーキアニメ。クールな表情なルビーちゃんも可愛い。もはやオープニングでしか出番がない妹。徘徊幕即赤ネタ目に萌え。赤ネちゃんの料理シーン来たな。通い妻かな。ママアクアカフフムブ。玉ねぎ検定。開幕から制服エプロン姿&ポニテで損失させてくる黒川茜。ね、これもう嫁じゃん。ここぞとばかりに胃袋つかもうとする茜さんへ。ハンバーグ。茜の手料理レベル高くない。これは本当にビジネスカップルなのか。茜にまさかの公主浮力。普段からやってる意味深。ババアうるせえ。母ちゃん久しぶり。監督のかっちゃん好きだわ。そうだぞ、茜は手放しちゃダメだぞ。料理ができる女の子っていいよね。はーん、イベント来た。あーんとか始めましたよこいつ。僕にもフーフーしてあーんしてください。人参フレーム。五反田親子の存在を消す茜。監督とお母さんいないことにされてるの受ける。アクア君、フーフーは拒否。黒川茜さんのあーんを拒否しただと。察しで全て知ってしまったゆえの愛、重い。小学生の頃の悪胆。久しぶりに内山由美にギャラ発生。気の迷いで黒歴史の時のアクア演技。かわー。かわいいのは茜ちゃんの方です。有馬は見せてもらえてないやつ。重曹ちゃんですら見えてないのか。またプロファイリングしてる。さすがの分析力。探偵になった方がいい黒川茜さん。アクア君の場合裏方行って内情を調べたんやろ。茜ちゃん本妻ポジになってきた。演技を全部事前に作ってる。アクアタム、トラウマスイッチが。一気の回想も入れてるの地味に親切。一発で見抜いてしまうのもすげえ才能だけどな。才能はあるけど PTSD に潰されてるだけな気がする。まあ自分の演技ではないよな。どうして演劇やってるのか論争。ワールド大スターになりたいから。あれがでネブアルタイルベガ。アカネちゃん踏み込んできたな。またアカネちゃんククーしてる。ククーかわいい。アカネの膨れっ面ノルマ達成。燃えしぐさしてくる嫁。そういうとこやぞ。そら復讐とか言えないよな。いきなりバラしてきてくさ。本心こぼしたね。すっかり忘れてたけど自分の推しを殺した相手を見つけたいアニメだった。ダメじゃん、こいつにそんな情報を与えちゃ。人を殺すことが目的ってよく彼女に言えるな。ひえ。レメきた。目の光が消えた。スイッチ入った。女の子の目が死ぬアニメは名作。共犯者になる覚悟。ヤンデレ茜ちゃん、ゾッとさせる茜の声色素晴らしいな。ここの顔の描き方すごいな。やっとこの作品の本筋出てきたな。茜、お前そういうとこだぞ。これは本気ですね。本当に実行しそうで怖い。先行帝彼女強い。これ黒川茜ルートじゃなきゃなんなんという感じだが、イマジナリー有馬かな。悪い顔してる。悪人顔すぎる。何わろてんねん。チンピラかな。これは重曹舐めてる舌ですわ。そもそも黒川茜は有馬かなに負けてるんだっけ。可愛い顔しやがってよ。今日の茜も可愛いね。ビジネス上の愛という設定にしては重い。やばい、共犯関係やで。茜ちゃん、理解者というより共犯者に立候補しちゃったか。五反田さんが見た東京ブレイド。すごい演技じゃなくてぴったりの演技ができる役者か。それっぽい演技を事前に作り込めばいいのか。さすが師匠、答えを自身で出させてしっかり説明するっていうね。小道寺って地味に有能ですよね。逃げられない感情演技。子供部屋おじさんもなかなか能力高いんだよな。一人にさせねよ。いきなり不意打ちでこれ来るとダメ。トラウマ掘り返しててわろた。ひでえ演技。それはそう。改めてちゃんと見るとまあね、下手な演技が上手い中の人がすごい。ルビーさん出番あった。申し訳程度のルビーさんの出番が。ルビーさん全然出番ないよなって思ってたら出てきたわ。食われるぞルビーたち。大根の人とかいうパワーワード。失礼すぎる。
うっかり大根の人って呼んでほしい。マックのウサギが可愛い。日付変わる頃ってアニメ見られないじゃん。毎晩遅くまで何してるんですかね。当たり前だよな。このピンク、ルビーさんそんな純粋なの。鈍感ムーブ、ルビーちゃん可愛い。綺麗な彼女と二人きり、帰りは遅く、何も起きないはずがなく。何って空も。アクアのアクアはビンビンですよ。英知なことですね。とストレートに言うな。やってるに決まってるだろ。高校生なら毎日だよね。妄想激しすぎるだろ。さすがピンクや、その色は伊達ではない。これをミャータムに言わせた音響監督、お前の優勝だ。なんかこの二人だとラジオの光景を思い出す。お兄ちゃんはそんなこと言わない。アイドルはしない理論。まあ中身おっさんだし。ひえ、そんなことするはずがないだろう。私のお兄ちゃんが。おっと、ルビーちゃんの闇見せてきた。目が落ちてますね。今日は目の暗さが目立つな。女の子の目が死ぬアニメは名作に。病んでレジライ踏んだか。踏み込んできたな。端から見たら重症なブラコンかと思われちゃう。ヨウミヤさん関西出身なのにわざとエセ関西弁やってるのうまい。グイグイクルチャラ起きた。ナンパしてきてくさ。食われる食われる。 QR コード警察。これ読み取ると鴨志田のキャラ紹介サイトに飛ぶようになってる粋な計らい好き。流れるように友達追加しようとすな。ナチュラルに連絡先聞く天才だ。お、伊賀男にロックオンされた。これは食い慣れてる方のやつじゃん。こいつが鴨志田か。メルト助けた、ナイス。ここで助けに入るメルト好きだ。手出したらまずいですよ。アクアに恩義を感じて妹の友人を守ってくれたのか。有能になったなお前。株を上げようとしている大根の人なのに。すっかりいいやつキャラになってる。メルト君、お前変わったな。おっとスイッチ入った。ギスギスしてきたな。大根さんかわいそう。有能なメルト追い込み隊が追加されてまたメルトから言い出しが出てしまうな。まあ痛えとこ疲れてるわな。演技力を疲れたら反論できないね。実際演技力あるからなこいつ。メルト超頑張れ。それでも大根の方が儲けてそう。鴨志田君、性格悪すぎてさ。プロって普段の人間性も含めてプロなんだよな。へ、交換してるじゃねえか。こっちは追加しちまっている。ルビーちゃんちょろすぎて心配だよ。こいつ終わった。メムチもドン引き。有馬かなの服装どした。あれ私服なの。兄はダメだけど自分は英知なことを受けいない妹。やり、お発言きた。マジかよ、 2.5 次元役者最低だな。実際 2.5 役者が食いまくってる話聞くから何とも言えん。先輩ブロック助かる。ルビーさん、前世は病院生活だったからそういう体制なさそうだよね。 IHI ステージアラウンド東京はもう定期。ギス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 。キャットファイトか。有馬かな対黒川茜定期。また煽ってるよこの人たち。相変わらずバチバチだ。むくれる茜ちゃんかわいい。こいついつもプクプクしてるな。ほっぺツンツンしたい。茜ちゃん、なかなか手厳しい。もぐもぐかなちゃん、なんか重曹先輩教師みたいな服着てんな。鹿せんべい出してくるのかと思ってビビった。鹿の子みたいな声出てきた。のこたんになってるぞ。有馬かな煽りのレベルが違いすぎるぜ。朝は雑通販で取り寄せたのか。重曹ちゃんに憧れてたのかよ。そうなん、有馬かな好きだったん。これはきつい。魔法少女にも憧れろ。えげつねえ暴露で草。容赦ないかなちゃん。煽り夜煽り夜。エスバ強者有馬で笑った。かなと茜のレスバ縁に見てれるわ。背景ピーマン体操で笑う。ピーマン体操久しぶりに見た。一方通行の思いはユリだろうがよ。ボロクソである。いい性格してんな。重曹を舐める天才子役来た。10秒でいける天才子役。茜の役者始めたきっかけは有馬かな。思いファンだな。喧嘩いくない。嫌な女すぎる。ファン、演者でもあるし。スタッフ可能栄光で笑った。ピーマン体操が代表の天才子役。
クリティカルヒット。弱点はロタ。ピーマン体操タギーマガチ。クソみたいなレスバだ。お互いに刺さってるじゃねえか。こいつらかわいいな。かわいい喧嘩やね。根深くない。口の悪い黒川茜さん最高ですね。そんな、断ったわ。蘇る過去の記憶。うぜえ記憶しかなくて草。性格終わってた重曹ちゃん。熱い殺意を思い出して草。いいえ。地雷を踏むな。鹿とゲッタ戦が混ざったような目をしてるぞ。なんでってこれが全ての答えだろ。ビジネス上のね、ここ重要。理由のいろいろの一つ、垣間見えてんぞ。ただのは一般人だった。セナとプロストみたいな間柄っぽいな。お互い意識し合って嫉妬し合ってると。共演者には絶対謝らないクソ女。ここの有馬かなうざすぎるし可愛すぎる。重曹かっこよすぎる。そのままリアルファイトしよう。異質な演技をする黒川茜。目の目立たせ方がすごいな今回。子役続けて大きくなった太鼓役落ち。タイプが違うから一概に評価はできんわな。そんな歯を突き立てて危ないですよ。ハンデグミちゃんと岩見真中ちゃんの掛け合いすごい。俺がいるから。なるほど、姫川さんは博愛式しとんのか。突っかかってくるやり。役者同士のバチバチ怖いね。領域展開きた。なんか煽り出してから熱くなってきたな。役者モード出してきた。ついに演劇パート来るのか。作がすごすぎる。衣装変身かっけ。演技になれば2人ともものすごす存在感を出すプロの鏡。演技のタッグバトルになってくのか。サーブ隊当日。あっという間に本番。あやねるにギャラ発生。自信があるものほどボツになるんだが。さすがアニメがひどい出来にされた先生だ。面構えが違うぜ。脚本も脚本で大変なんだよな。人見知り発動。ひょっこりアリコ先生。世界から阻害される感覚か。萌え子先生すぎるだろ。男子に免疫ないってことはつまり、やっぱ良い人だよこの脚本家。アビコ先生とゴアさん、和解できてよかったな。その他ども。今が地集団再び登場。ユキちゃん久しぶりに見た。リアリティショーの時の共演者たちか。見合わせおそろっち。なんだその昭和アニメチックな目のリアクションは。やってんね、意味深。簡易作画の鹿みたいになってる。簡単メムチョ好き。ただのはアホな女の子だった。長いこと付き合ってるんだ。付き合ってないことになってるしねこの二人。我慢できてる、我慢してる。ルビーちゃんも見に来たか。親の顔。あ、親の顔はもう見れないんすよ。母親はもうこの世のどこにもいないんだよ。美人だったんだよな。宮右衛門来た。斉藤美也子さん、相変わらず美しいぜ。関係者席でなんか見るとすげー偉い人なった気するのわかる。映画の試写会とかで後ろの人で終わる前に出ていくやついるけど関係者なのかな。子供部屋監督さんも招待してきたか。監督の絶大な信頼いいよね。あのパンフレット買えないかな。アクアが舞台でパニックになる姿は想像できないんだよな。めっちゃ白いな茜ちゃん。なんだかんだライバルだ。バチバチのライバル関係いいぞ。全部出してこいや。有馬クソ楽しそう。かつて天才だった俺たち。どっちが上かステージで始まる女の戦い。衣装着たら誰かわからなくなるな。絵になるな、この二人。怖い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 。憑依がたきましたね。本当に楽しみだったんですか。パニック出てるやんけ。追い込んでる。自分からこじ開けたのか。自発的に PTSD を発動させていけ。亡霊いつもメガネだけ見えるの面白い。トラウマにギリギリまで近づいて感情を引き出すチキンレース。どんだけトラウマスイッチ発動してんだよ。すげえな、役者ってアスリートじゃん。追い込み方が危険すぎるんじゃ。使えるものは全部使っていくスタイル。足りないガッツは勇気で補えってやつだな。勇者の闇落ち目。命削って演技する気か。そうしないと感情演技できないか。毎日こんなのやるつもりか。綱渡りすぎる。さあいよいよ舞台始まるぜ。来週楽しみすぎるやろ。開幕、文字通り。舞台本番会に向けて着実に盛り上げてきたわね。
いいところで弾くね。コーレは来週の開幕くってひそ楽しみしかないわ。今週もめっちゃ面白かった。やり、ワピーオンないのな。ヒロイン対決バチバチで面白くなってきたな。ここ最近のアカネちゃんのアクアへの聖母化が止まらなかったので、重曹ちゃんとやり合ってとし相応な部分が出てきた感じか。一期メンバー全員集合良かったけど、ルビーだけは闇落ちしないでほしかった。 2.5 次元ってハンドル持って自転車こいでるふりすればいい、お気楽な舞台じゃなかったのかよ。女抱き上げたシーンで吐いたらどうすんの。幕が閉まり、ダムの映像が流れる。アビコ先生、くっそ忙しい割にちょいちょい出かけているな。それにしては演者たちの稽古見てなかったぽいよな。推しの子第16話視聴させていただきました。展開早いな。原作4話分消化でもう東京ブレイド開幕ですか。まさかそこまで進むとは思ってなかったです。デモカットとかしてるわけじゃなくて、ほぼ原作通りでかなりの濃密な回になってました。いや、もう毎回めちゃめちゃ面白い。まず開幕から茜の愛護、死の犯人を殺してあげるという茜ちゃんの共犯者撃子はムーブでかましてきました。ぶっちゃけ茜の性格からして本気っぽいんですよね。名探偵だから真相にたどり着きそう。ルビーはブラコンぶりを発揮してきました。久々に出番があると思ったら闇を見せてくるじゃん。まあ16歳で英知なことがあんまりわからないってのもちょっと純真無垢すぎるけど、転生前の病院生活のこと考えれば仕方ないのか。反対に南ちゃんは妄想劇シーコでした。やっぱ胸大きいだけあるな。ソラーカもシダもナンパするってもんさ。メルトはこいつに散々嫌味言われたけど、これは舞台で見返すフラグでよろしいでしょうか。メルト頑張れ、超頑張れ。今日天野先生がメルトのポスター見て意味深にしていましたが、この二人の関係にもメスを入れてきます。重曹と茜のバチバチレスバー折り合いはアニメで見てさらに楽しかったですが、この二人の喧嘩が推しの子の魅力の一つですからね。茜が有馬かなに憧れてたってのが判明してるのをギャグっぽく流したけど、この背景には結構なドラマがあります。それを舞台上で回想って感じでまた見せてくるんですよね。ここの見せ方にも超期待。茜対有馬の演技のバチバチ感で舞台上のキャラに変身するイメージはアニオリですが、ミキはこういう演出がすごいうまい。鳥肌立っちゃったよ。あとコミックだとメイクしても誰が誰だかわかるけど、アニメじゃ誰か一見じゃわからないぐらいバッチリ濃いメイクしてますね。髪の色や顔の色まで変わってわかりづらくはなってるけど、舞台って多分そこまでオーバーにするもんだからわかりづらくなってるのは正解なんですよね。そして感情演技を引き出すためにわざとトラウマスイッチを押すアクア。一人称が僕になったってことはもう入り込めてるってことでよろしいのか。途中で失敗するフラグを立ててるようにも見えるが、さてどうなるやら。ということでいよいよ次回は舞台本番。そういえばスタッフロールでプロダクション IG の名前を見ましたが、どうやら制作グロスをしてもらったみたいです。本気度がうかがえるな。以上、最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。